今日未明、池袋で高級セダンが街中を暴走しました。10名が渋滞、2人が死亡した模様。車を運転していたのは塩谷修司さん、75歳。75歳、俺と大して変わらんな。俺の名前は三上総一、72歳。息子と嫁、そして高校生の孫娘と暮らしている隠居の身だ。妻に先立たれ、暇を持て余している俺のささやかな趣味がドライブ。週に3度くらいは車を運転している。しかし、あの池袋のニュースが流れてからというもの、親父、免許を返納した方がいいんじゃないか。そうですよ、何かあってからじゃ遅いんだし。俺は大丈夫だ、年寄り扱いするんじゃない。免許返納は考えなかったわけじゃないが、どうにも素直に受け入れられないのだ。お父さんもお母さんも大げさなんだから。おじいちゃんはまだまだ元気なのにね。そんな中で唯一俺の味方をしてくれたのは孫の瑞希だった。そうは言っても、確かに万が一のことがあったら、でも他に楽しみもないしな。やはり心に引っかかるものがあり、寝つけない日々が続いた。そこで俺は瑞希の協力を得て、高齢者の事故について調べてみた。インターネットから検索してもらった情報によると、確かに高齢者による事故のニュースは多かった。例えば、愛媛県のサービスエリアで高齢者の運転する車が暴走、ガードレールに突っ込み4人が重傷。大阪ではブレーキの踏み間違いでコンビニに車が突っ込んだ。若い店員が死亡したようで、運転手は79歳だった。しかし、その一方で事故率の平均は10代の若者が 13% 前後と一番高く、70歳以上80歳以下は 5% 程度だった。他の年代と比べても極端に多いというわけでもないらしい。免許返納についても調べた。免許返納をすると運転免許経歴書がもらえ、身分証として使えるらしい。さらにタクシー料金の 10% オフや、メガネや補聴器の割引などの特典もあるようだ。免許を返納すると当然ながら運転はできない。そのせいで動かなくなり、認知症などを発症するリスクが高まるという意見もあった。このようにしていろいろと調べた結果、やっぱり俺はまだまだ大丈夫だ、80になるまでは運転を続けよう。総合的に見て、今返納する必要はないと判断したのだった。こうして俺はいつものようにドライブに出かけた。今日は瑞希も一緒だ。おじいちゃん、アイス食べたい。しょうがないな。おっと、一時停止か。看板を見つけブレーキを踏んだのだが、うわあ、危ない。間一髪だった。ブレーキとアクセルの踏み間違いだ。今まで一度もこんな真似しなかったのに。そして俺はある事実から目をそらしていたことに気づいた。妻が亡くなったのは交通事故だったという事実だ。相手は高齢者ではないが、事故の原因は一時停止線の無視。翌日、俺は免許返納手続きを行った。あれは妻からの警告だったんじゃないかと思ったからだ。運転免許はとても便利だ。わざわざ権利を放棄することにもどかしさも感じる。しかし、何か間違いを起こす前に返納する勇気を持つことも大切だと俺は思う。